スリーカードラジオ第55回目3月15日放送です。毎週水曜日に投稿しています。スリーカードとは小劇場女優の育成優里、神原明、佐世乃々美の3人組がいろんなことにチャレンジしていくユニットです。イエーイ。55回目キリ番です。キリ番イエーイ。バンバカバン。おのおのの喜び方踊ってっかだけに関しては、うん、頭の中に551が浮かんじゃって、もう551みたいな気持ちだった。こっちの方だ人だよ。551知らないでしょ。カレー、あーほら、あー知らないんだよ。あ、そうか、ほら、あー知らないのか。姉妹餃子、あー近い感じ。近い、 そんな感じだよね。うん、肉まん。そう、あ、肉まんか。うん、肉まん。なんか聞いたことはあるけど、そっちの地方の、アキラの方の地方のあね、うん、有名な、こっちで言う、なんだっけ、崎陽軒のシュウマイみたいな、へぇ、やつよ。なるほどね。 そんな GO GO 1位なの。え、そういう CM なの。え、全然違う。おい、おい、CM かと思ったよ。地元で流れてるね。なんか、じゃあ知らないな。そんな感じだと思っちゃったよ。全然違った。何にもよ。何にもよ。何にもよ。そっか、何にもか。何にもだったか。ホワイトデーの次の日ですね。な。な。ありったけもらいたいもんです。あれ、あなた渡す方じゃないの。いや、ホワイトデーはもらう側でしょ。え、もらう方だっけ。え、女はもらうんだ。バレンタインは女があげて、あ、そっか、ホワイトデーはお返しだよ。いや、男の気持ちだったわ。すごい。あ、そっか、なるほどね、もらえるんだ。まあ、チョコもらったんなら返す日ですけど。あ、そっか、うん、そっか、うん、まあね、なんか返すのとかにも意味があるんだよ、確かね。そうそうそう、クッキーとかマシュマロとか飴とかでなんか意味のニュアンスが変わるみたいな。えー、うん、クッキーだと何になるの。えー、忘れちゃったけど、なんかクッキーなんだっけな、友達とかじゃなかったっけ。友達でいようねとか。私さ、小学校の時にさ、あげたさ、バレンタインチョコ、6年間片思いだった子にもらったの、ずっとクッキーだったんだけど。じゃあもうダメじゃん。友達でいようねってことだったの。あ、あなたとは友達のままで。うわ、ほらって。うわ、ほら、うわ、気づかぬまま。飴だと気づかぬ。キャンディーはあなたが好きです。ヒュー、うん、私もキャンディーもらったことある。ドロップや、ドロップ。シュシュマシュマの顔してる。マシュマロはあなたが嫌いです、だって。あー、マシュマロはもらったことない、うん、マカロンはあなたは特別な人。あー、マカロンもらいてえもんだな。マカロンうめえかな。うめえよ。バームクーヘンは幸せが長く続きますように。ああ、なんか、おじいちゃんみたいなね。おじいちゃん、おばあちゃん、切れ物に使われることが多い。まあ、年輪みたいな感じかな、バームクーヘンはね。うんうん、キャラメル、ショックが。キャラメル、クマさんの可愛いクッキーもらったわ。ずっと言ってんな。引きずってる。あなたとは友達のままよって6年間言われ続けたってこと。ああ。なんだな、ホワイトデーはって思ったわさ。なんか数年後に振られた気持ちだね。ああ、そう。いや、わかんないよ、本人分かってなくて、なんか、あ、なんか美味しいものあげようって言ってクッキーだったのかもしれない、ただただ。いや、ちゃんと考えて。ちゃんとした親だったから。あ、ちゃんと考えてたの。じゃないかしらね。はん。まあいいわ、そんなことはどうでもね。すごい、そうなんだ。じゃあざっと、キャラメルの意味はあなたといると安心する。はあ、マドレーヌ。マドレーヌはあなたともっと仲良くなりたい。かわいい。かわいい。これはいいね。嬉しいやつだね。チョコは、チョコ、チョコはね、何、あー、バレンタインにもらった気持ちをお返ししますってことだって。あ、受け取れないってことだ。うん、うわー、チョコ、チョコで返しちゃいそうだけどね、気持ち的に ね。いやー、なるほどね、なるほどね。いやー、いや、難しくね、これ女の方がさ、こういうのめちゃくちゃ詳しくて、男の方からっきしでさ、うん、チョコもらったからチョコ返そうっつってさ、女の人が泣いて帰っちゃう可能性もあるってことでしょ。
そうね、あるかもしんないね。めんどくさい、まあ、意味を持たないお菓子とかもあるよ。何意味を持たないお菓子って。それが一番よくない。和菓子和菓子プリンでも、のぞみにホワイトデーでプリンを送るのは嫌いってことだよ。そうだ、お前のこと嫌いしねってこれでも食ってしねプリン。いやでもかまってちゃんだったら、なんかもう二度と忘れられないホワイトデーにしてあげるよっていうこと。こんなの送るの僕しかいないだろうってことだよ多分。顔投げつけるから窒息死させる。それ絶対にやめてあげた方がいいと思います穴という穴にプリンを詰める。やだ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 そんな感じですね。なるほど、では次のコーナーに行ってみましょうかプリンの恨みが強すぎて変なこと言い放っちゃったわ。今日は何の日？今日は靴の記念日。へー、何靴の記念日って。何の靴が作られたの？あれじゃない、右足と左足が出会った日。なんてロマンチックな日本向けの西洋靴が作られた日。へー、あ、まあ下駄とかだったもんね、うん、昔はね。下駄よりはもうちょっと西洋靴、西洋靴の前って下駄なのかな下駄とか草履とかどんだけ進んだの。さあ、まあ通りとかも、あ、そっか、うん、そういう日か、そういう感じだよね。それからまあ西洋靴になった日みたいよ。ああね、西洋靴でもさ、革靴って足痛くなるよね。つま先キュッてしてるから、うん、まあね、最初の方とかやばかったらしいね。なんか足の形変わるらしいね。つま先がさ、もうキュッとなりすぎてさ、昔の人って足の指の形が変わってるらしいよ、うん、へえ、真ん中寄りになっちゃって。そうなんだ、うん、指の形が変わるぐらいきついって聞いたことがある。へー、あと、なるほどね。なんかあるの？何の日？オリーブの日。うオリーブの種をお手巻きされた。何かお手巻き？なんでちょっとちょっとお手巻きって何？手巻き、なんか手で巻いたってこと？まあ、何？昭和天皇がね。ああ、お手巻きされたのね。昭和天皇がお手巻きっていう。お手巻きになられたんですよ。手巻きになられたんですね。手巻きしたんですよ。手巻き、ほら、おーつけない。あ、お手巻きしたんですよね。もうちょっと天皇様ですから。そうですからね。人類が手に入れた最初の油ですってよ。オリーブオイル。おー、セールですってよ。いや、いいね。オリーブオイルうまいよな。美味しいよね。シンプルにうまい。うん。何に使う？え？あ、パスタとかじゃない？なんかニンニクとやっぱ匂いをつけてさ。ペペロンチーノ。ペペロンチーノとかさ。そういう系、イタリア系の料理系に使うね。香りが良いとうまいだろうなみたいな感じ。そうそうそう、それにめっちゃニンニクとの相性が、うん、フランスパンにつけるとかね。アヒージョ系か、アヒージョとか、うん、まあ、ガーリックトーストとか。あ、そう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 、確かに確かに。うめえよな。かわいいね。オリーブありがとうの日だじゃん今日は。そう、その他ないの？その2つの日。いや、わかんない世界消費者権利デー。消費者には権利があるってケネディ大統領が言ったみたいだよ。ケネディ、ケネディが、うん、ケネディって言っちゃった。ケネディさん、ケネディが、うん、万博で、万博、あー、大阪万博、あー、開催された時なんだ。へー、そうなんだ。なんなんこれ、あとこれ、愛に走れ記念日。へー、何それ素敵だね素敵だね。大切な人を思い出し、走って会いに行く決意を。今走るの走れないよ、もう。どうしたの？廊下の話してる。疲れちゃった。ああ、疲れちゃったの。でもそれを頑張って振り絞るんじゃない今日。なるほどね。株式会社ニューバランスジャパンが3月10日、ほらほらニューバランスよ。ああ。やっぱ靴の人たちが。靴か。ニューバランス履かないとね。ニューバランス履いて好きな人に会いに行ってね。そういう日ですって。いやー、いいね。ニューバランス持ってる人はぜひ。ランドセルリメイクの日。ま、眉の日？眉毛の日かな。眉を整えて。眉、あ、マジ？へえ、最高の眉。315だね。最高の眉。なるほどな。最高の日だ。眉毛整えに行こう。あー、いいじゃん。いいな。私今伸ばしてんだよ。ね、そう、眉毛整えるために。一度は行ってみたいな。私自分の眉毛は。でやってるからなと思う。でもどうなんだろうね、ちゃんと整うのかな。眉毛サロンだから行ってみたいから今
った時思った。本当？もうさまざまって。昔の私。うん。あと3月15日ドメインが誕生したみたいだね。あのネットワークやコンピューターを識別するためのものですね、ドメインは。それの日だって。なんかそれはでかそうだね、なんか人類的に、うんうん、人類的に、ね、なるほどね、なるほどね。はあ、はい、うんうんうん、こんな感じでございました。こんな日ですね。じゃあニューバランスを履いて眉毛剃りに行きましょう。そういう感じになっちゃうな。はい、愛に走ってね、はい、行きましょう。言えるかな早口言葉。イエーイ。今日の早口言葉は難易度1。はい、ジャズシャンソン歌手。はい、ジャズシャンソン歌手。はい、これを、1人3回ずつ連続で言ってもらいましょう。はい、それでは誰からどういく。アキラ、のめにいくせでいい。うん、よし、でいきましょう。よし、よーい、そう。ジャズシャンソン歌手、ジャズシャンソン歌手、ジャズシャンシャンソン歌手、アキラアウト。はい、ちののみ。はい、一発勝負。ジャズシャンソン歌手、ジャズシャンション歌手、ジャズシャンション歌手。アウト。いくぜ。ジャズシャンソン歌手、ジャズシャンション歌手、ジャズシャンション歌手。はーい、はーい、以上、全員アウト。このコーナー大丈夫か。存続の危機だぞ、早速。頑張っていこうという、はい、そうですね、はい、難易度1で全員噛むという失態を犯しましたね。犯しました。大丈夫かな、このコーナー。本当大丈夫かな。言えるまでやってみる。いや、いい、一生終わんないラジオ。以上、言えるかな早口言葉でした。みんなも言ってみてね。今週の胸キュンゼリフ。じゃあ今週はあきらちゃん。やばい。それではどうぞ。手つないでもいい。ひえ。ああ、もうこれで終わり。うん、これで終わり。これなんでそんな、なんかなんか欲しい、もうちょっと。繋いだ後に何が。やっぱそこからはちょっとやっぱね、いろいろ妄想が膨らむように余白よ。お金課金。課金で出てくる。こっから課金で見れる。課金で見れる。ここから先は課金で。あ、課金か。そっか。続きはウェブでですね。ウェブか。どこなんだろう。どこに飛べば見れるんだろうな。ああ、なるほど。こういうことか。まあそういうこともありよな。ああ、いい胸キュンゼリフですね。先週の飲みはなんかね、あれだったもんね。うん。もう私は言ってほしい胸キュンゼリフ。うん、言ったけど男側からね、うん、そうだよ。やっぱりリスナーさん男性が多かったりするからね。そうだね。手をそっとさっとつながれるのが大変好き。うん、つなぎ方好きなのある。つなぎ方、手の方、なんかあのハルビシアターの時にさ、のぞみが私と手をつなぐみたいな時に、あの記者会見みたいな握手できるから、そうじゃねえだろって思った。なんかでもそうだ、記者会見の握手したわ。よくないよ、そんな手をつなぐとね、もう100年の恋もさない。なんでよ。謝罪会見始めなきゃいけない。なんかでも難しいな、言葉で説明するの。私なんか最初から恋人つなぎじゃない方がいいのよ。おお。あのね、私もそうだね。なんかいきなり恋人つなぎガッてされると、なんか恋人つなぎってなるの。あ、むずいな。なんかこう普通記者会見からの記者会見からのこうなってこうがいい。あ、恋人つなぎ ね。そうそう、その過程にいろんなドラマがあり、ドラマがあり、ドラマがあり、恋人つなぎがいい。あ、なるほどね。うん、いくつだ。私あの小指でつなぐのとか好き。あ、一本だけとか。あ、青春。一本だけとか、なんかその小指だけつながってるとか、なんか2本指だけでなんかこうつながってるとか、なんか学生感あるよね。なんかちょっとだ、なんか隠さなきゃいけないみたいな。ウブなんだよ。そう、別に全然つないでもいいんだけど、それよりかはなんかあの2本とかの方がなんかキュンとするし、なんか
そっからなんかこう相手にガシって捕まれたらキュンだし、うん、なんか答えてくれたら嬉しいだろうし、あ、なんだよこれいいですね、恥ずかしい、はい、いいですね、いいねいいね、大変良い、あ、そうね、良いね、はい、前のなんかあれだけど、なんかすごいこんな話していいのかな、手握ってる時にさ、あのさ、うん、キュでさ、なんか信号送る人いない、キュキュ、なんか握り方で、握り方でキュッキュッキュみたいな、でこっちもキュッキュッキュッって返すみたいな、あー、あるね、それがね、すごい好きだった、へぇ、マジドン引きやおい、ちょっとドン引きやいや、だからなんか普通に喋ってて、ちょっと手繋いで、愛してるのサインみたいな、そういうこと、なんか普通に歩いてて、黙ってて歩いてる時にキュッキュッキュッってして、キュッキュッキュッって返すみたいな、でふふふ好きみたいな、なんでキモい、なんでよ、キモい、でけえ声でキモいっつってんな、あー、もうダメだ、アキラと分かり合えない、もうダメない、一生分かり合えない、でもそれはその時だった、学生だったから、なんかちょっと可愛くて好きだった、あ、可愛いけどな、大人になっても、おじいちゃんおばあちゃんがやってみなよ、可愛くて死んじゃうよダメだ、アキラダメだ、震えてんのかなってな震えないわ震えないでしょ、あれでしょ、こうやってキュッキュッキュッてしたらどうした、震えてんの、震えてんの、今の私あれだけど、だってべちゃべちゃなのよねそれでこうやって返すっていうか、なんかそのドゥントゥントゥントゥンみたいな、ギュッギュッて返してるの今、うん、そうそう、ギュッギュッて返してる、ギュッギュッギュッみたいな、うふんって、なんない、なんか伝わってるんだなみたいな、そう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 、あ、何にも理解されない、私もちょっとびちゃびちゃだから今手が、ののみと今手繋いでたんだけどびちゃびちゃよくそわ、わかんないならいいよ、はい、わからずやがでは皆さんはね、このギュッギュッギュッがわかるかどうかぜひコメント欄で教えてくださいその学生だったからいいから、今やられたらちょっと分かんないかもしれない、今そうだ、ちょっと3カードの誰かとちょっと手をつくなぐ妄想をして、キュッキュッキュッってやってキモいって思うかどうか教えてほしい、自分はアキラにやったらキモいって言われる気をつけろキモいはやばすぎる、やばいな、いやだって好きな人だよ、やだキモい、やだあんだ好きでもやだ、なになになに何振動した何ってなるなるほどね、出ないよ、難しいな、ね、難しいね、キモいって言われるんだ、うん、ショックだわ私がアキラに振られたみたいな気持ちキモい、今日振られまくりじゃん、そうだよ、クッキーもそうだしさ、振られる日だ今日は、早く終わろう、じゃあ今週のまだあんだよ、今週の胸キュンゼリフでした、はい、じゃあラジオも終わりの時間がやってまいりましたが、はい、どうでしたか、どうですか、ののみ振られました、実はね、そうやって言えていくから、言えてねえんだわ、今振られたばっかりなんだよ、ほじってんだわおい勝手に言えさすな逆にごめんな、今日なんかちょっと溝が深まった感じするなはい、なんか告知ありますか、はい、私あれだ、3月17日あさってですね、おむすびシアターバー下北で、いつみさんという方と水野いつみ、はい、水野いつみさんと一緒に、リーディングやライブをやらせていただくことになりました、やったー、はい、奥田さんの書き下ろしとかもね、今回新作であるみたいなのでね、よかったら皆様遊びに来てください、よろしくお願いします、はい、はい、あとはありかい、はい、私はですね、3月の18日の土曜日にですね、徳森さんちの小料理屋っていうね、春森美希がねやるお料理イベントにですね、一品だけ持って宅配アキラで弾丸で飛び込むので、弾丸で飛び込んで言うのアキラは18時ぐらいにね、ぐって一品持って行って、うん、夜ゲストみたいな感じでいるので、うん、そう、私の一品もいる人は食べれるので、食べに来てください、ほーい変なのアキラはいるんだもんね、そうさ、オッケー、じゃあみんな行ってみてね、
はい、あ花粉しんどい、なんやんや、じゃあ花粉を追っ払うぐらいの勢いで締めようね。はい、いいよ、それでは、はい、また次回も聞いてね。バイバイ、バイバイ。